は特に何の木ということはないんですけれども、今回この桜フェスティバルに合わせて桜の木のイメージであのプログラムを変えています。日本橋に訪れた人皆様に楽しんでいただきたいですし、これ近隣のワーカーの皆さんとお昼ご飯とかここで食べてくつろいでいただいたりしたいなと思います。前回のモアレとかは表現的にはこう先進的なものをっていうところを見せていたんですけども、今回に関しては皆さんが楽しんで遊んでいただける、簡易的にすぐに分かりやすい遊んでいただけるってところに注力しています。例年すごいインスタグラムとかでそれこそ去年の盛り上がりとかも見させていただいてんです、その期待に応えられるようなものを作らなきゃなっていうのを制作中プレッシャーとしてありましたね。答えられてるといいなと思います。子供がビクってなる瞬間、あの反応した瞬間とかが自然で嬉しかったですね。インスタ映えすると思いますジャイナンス桜カーペット